下田市は、伊豆半島南部に位置する静岡県の都市。明治以前は、旧伊豆国家門。江戸時代には、江戸、大阪間、あるいは東、西巡る海運の風町港として栄え、伊豆の下田に長いは、およし、島の財布が空になると歌われた。東海道の三島塾から、伊豆半島中央部を南北に縦断する、下田海道の終点。創業期発見とされる。 連大寺温泉などがあり、総称して、下田温泉と称している。1854年、日米和親条約が締結されると、函館と共に開港。吉田松陰の米渡航失敗、ロシア施設エフィムプチャーチン提督乗船のディアナ号、遭難、米国領事、タウンゼントハリスと当人を基地、商業写真の祖、下岡連城など、数々のエピソードを生んだ。 1928年、十一夜吉三郎、当陣の吉や川端康成、伊豆の踊り子の小説発表などが、下田観光の火付役となり、1933年の東京湾汽船の客船就航、伊豆循環道路東海岸線、伊東下田線の完成により、観光客が多数訪れるようになった。さらに、1961年12月の、 伊豆急行線開業により観光客が急増。観光業が産業の中心となり、1967年には観光客が500万人を超えた。その後も地震や水害などの起きた時期を除いて、毎年多くの観光客を迎え入れていたが、バブル経済崩壊後は減少に転じ、平成16年度は観光客が 約332万人と低迷。また、下田選挙解散、企業の営業所、量の統廃合や流通業の変化による消費の分散傾向が、下田をはじめとする駒群の中心であった市内経済に打撃を与え、海水浴やイベント中心型観光都市からの脱皮を模索している。二0 1年、東日本大震災に伴う計画停電、鉄道の運休、 観光自粛ムードにより観光客が激減。ホテル、旅館、その他観光関連産業の事業所を中心として従業員、パートアルバイトの大量解雇が発生。ハローワーク下田は空前の人数の求職者、雇用保険手続きの失業者で溢れた。観光産業に過度に偏った下田市の弱点が改めて露呈した。 上空から見た下田市街地上機俯瞰写真範囲の垂直空中写真。1976年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。井能沢川下流の中積地に中心市街が広がる。市の面積の83%は山林、県や。 天城山系から続く急峻な山々と多くの砂浜や入り江を含んだ約 47km に及ぶ海岸線は美しい景観を見せる。また、年平均気温は約摂氏17度と温暖で、降水量も年間 1900mm 余りと多い。このような気候と急峻な地形条件により、亜熱帯系から亜寒帯系までの幅広い植生を有している。 このため、四季を通して様々な草花や果実が生育し、黒潮の流れる太平洋が育む豊富な海産物と合わせて魅力の一つとなっている。下田港9キロメートル沖合の三笘本島は、静岡県最南端。連外寺、河内、横川、北湯賀野などに古くから温泉がある。下田での上陸、ペリー提督、日本遠征期、ペリー軍隊分裂式の図。 両仙寺、ペリー提督、日本遠征期、ペリー来航記念碑18が、町村西市工事の下田町。19、朝日村大正期の下田市街静岡県内で、最も人口が少ない市であり、人口減少の歯止めがかからない状況でもある。2017年4月1日、過疎地域に指定された。松木昭一郎下田町長96、 課長村合併後の下田町の主張。下田市長市政施行後の主張。海水浴、温泉と自然、海産物が魅力となっている観光業関連がほとんどで、金目台や下田スキューサ材に代表される水産業も盛ん。農業は柑橘類以外は自家用野菜が多い。工業は下田選挙解散後、冷裁な食品製造業が大半である。 商業は大規模小売店舗法廃止に代表される各種の規制官は道路網の改善や通信販売の発達により地盤沈下が著しい。中心となる駅、伊豆急下田駅市内の中島橋交差点は国道135号、国道136号、国道414号が集まる3国道の起点となっている。下田海中水族館日帰り温泉白浜。 タタラ・ニュータ浜、キサミ大浜が主要なサーフポイントになっている。その他、ありがとうございます。